間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサテの北見です。実はいつも調整や修理でお世話になっているリューテリアガンのガンさんのところでちょうどバイオリンを作ってらしてこの白木の状態で音が出せるようになったよというようなご連絡をいただいたので、その楽器を見せていただいて弾かせていただくということで、ガンさんの工房に行ってまいりました。じゃあちょっと私も音を出させてどうぞ弾いてみてください。すごい柔らかくて軽くこう弾けるんですけど、その薄っぺらい感じじゃないですね。その低音がで、高い方はすごいこう抜けがいいし、低音がすごいこう柔らかくて深みがあるっていうか、本当にこう素晴らしい楽器なんですけど、これニス塗った後がどうなるか楽しみですね。